こんにちは霊夢です。こんにちはマリサなのぜ。今回は第2回舞台動画イベントなのぜ。何持っていこうかな。おにぎりにハンバーグに唐揚げでしょ。厚焼き卵も外せないよね。バナナはお弁当それともお菓子。ねえマリサ、どっちだと思う。バナナは。って、霊夢、何してるのぜ。お弁当の準備だよ。前回の舞台お弁当では肝心のお弁当を忘れたからね。今回はちゃんと準備してるんだよ霊夢。まだイベントとお弁当を。おにぎりの具はね、おかかに醤油とマヨネーズを混ぜたんだよ。ものすごく美味しいんだよ。舞台で絶対ウケると思うんだよね。まあまあいいのぜ霊夢、準備できたら出撃なのぜ。了解、もうオッケーだよ。じゃあ行くのぜ。準備が完了しました。1回目のマップはオデッサ鉱山基地なのぜ。攻撃開始。敵を近づけるな。出演する舞台員の方はレテアさん、ドラえもんさん、龍之介さん、猫王さん、ナッカさんなのぜ。霊夢、前回の舞台イベントと同じように舞台員の皆さんの後ろから撮影してほしいのぜ。了解だよ。カメラマンになったらいいんでしょ。その通り、よろしく頼むのぜ。もう手慣れたもんだよ。だけど、みんなより先にやられるわけにはいかないから思ってた以上に難しいんだよ。みんな映ってるね。拠点さんは取れたみたいなので。了解、皆さんと一緒に防衛します。まだみんないるね。ドラえもんさんが突するって言ってきてるので。了解だよ、今どこかな。もう突してるので、間に合わないかもちらっと見えたので。やっぱり間に合わなかったよ。多分あの辺の敵にやられたので、なんとか敵を討ちたいね。龍之介さんも危ないので。撃てたのかな。今回のデッキはこんな感じなので、拠点さんの崖上を攻めにみんなで来てみたよ。知らない人と一緒に来てもなんとも思わないけど、舞台の方たちと一緒だとなんだかすごいね。みんな来きたので、指揮官から指示が届きました。後ろからついていきます。ここの崖登り、失敗すると落ちちゃうから気をつけないとね。よっこらショット。うわぁ、エースがいるよ。霊夢、今はエースより前に進むのぜ。了解、了解。レティアさん、援護します。誰か倒れてるのぜ。今修理します。ありがとうよ。ああ、龍之介さん、修理間に合わなかったよ。ありがとうね。この辺にリペアポットを置きますね。
また間に合いそうにないのぜ。わあみんなごめんなさい。また、拠点さんの防衛に来たのぜ。おこぼれいただきます。建物が破壊されました。龍之介さんが危ないので。やったねー。なかなか取れない鉄火神の一つなので。この狩り最後は、南の防衛に来たよ。ナッカさん、ベティアさん、ネコウさんが来てるね。もうすぐ、ドラえもんさんも合流するのぜ。超な撃破シーン、その2でした。ふう、1回目終了だね。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。指揮官から指示が届きました。攻撃開始。敵を近づけるな。2回目のマップは、ニューヨークなのぜ。出演する、部隊員の方は伊賀切さん、洋介くんさん、ユファーさん、ロックリさん、ボースさんなのぜ。拠点さんをめぐり、いきなり激しい戦いになってるよ。攻撃の嵐で、ジャグローみたいだぜ。これじゃあ、やられるのも、時間の問題だよ。獲物見つけ。なんでデッキに、砂カスが入ってるの？前回の、舞台イベントの時には、ダミーか、陸眼が入ってたよね。それはだなぁ。撮影時に、スコープを使ってほしいのぜ。つまり、今回のカメラは、ズーム付きってこと？そういうことなのぜ。ざっくりさんを、ズームしちゃうよ。もっとアップになるかと、思ったけど。意外と、そうでもなかったね。伊賀切さんも、ズームしちゃうよ。マリサ、このズーム、意外と便利だよ。敵も、ズームしちゃうよ。逃げられちゃったね。拠点位置に、みんな集まってたから、来てみたのぜ。だけど、ここは砂地獄で、全然前に進めませんでした。現在、3回目の挑戦。ありがとう。相変わらず、砂の攻撃が続いてるのぜ。そこで今度は、地下から行くことにしたよ。ありがとう。ありがとう。自軍本拠点 C が攻撃されています。敵戦艦の破
壊に成功しました。敵のミノフスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化されます。リペアポット持ちの黄色い黒板だね。ビグオン防御点 C の耐久値が残り 50% を切りました。自軍本拠点 C の耐久値が、ギオンをいい気にさせるなよ。ありがとうな。リファーさんも追いついたので、感謝しています。しばしの間、撮影タイム。しかし、この後、カメラマン死亡によりカットなので、本拠点周りの防衛に来たよ。指揮官から指示が届きました。またしてもカメラマン死亡なので、最後は拠点1から敵本拠点に突入するので、敵エース機の撃破に成功しました。敵の本拠点が見えてきたよ。そしてこの後、霊夢の行動が。指揮官から指示が届きました。霊夢、投げ込むタイミングで妨害を狙うので。でも、あと少しで破壊できるよ。一時的にレーダーが無効化されます。本拠点を突破するときには、まっすぐ向かいましょう。なので反省してます。2回目はこんな感じだったので、準備が完了しました。発進どうぞ。この戦いに終止符を打たねばならん。全軍総攻撃開始。3回目最後のマップはソロモンなので、出演する部隊員の方は、クワユウさん、コウヘさん、レティアさん、ユファーさん、ネコウさんなので、今回は初めて出演となる、クワユウさん以外の4枠は、残った部隊員を一斉に招待して、早い者順で決めたので、1回目の出演者も参加者全員を一斉に招待して早い者順で決めたんだよね。一瞬で招待がいっぱいになる様はある意味見物なので、猫王さん、コウヘさんは下にいたね。しばらく下を攻めてみようかな。レティアさん持ってるので、ちょっとチャットタイム。このラインにてこずるので、ようやく退治。そして舞台の皆さんを探していろいろ。いたよ、コウヘさん発見。この先に、ユファーさんとネコーさんもいるので。瀕死だから、普段なら修理に戻るんだけど、
カメラマンとして、戻るわけにはいかないのぜ。と言いつつ、ちょっと悩んでます。みんな下がってきたから、カメラマン続行。クワユーさんもいたね。はい、撮影不能となりました。どういうつもりか知らんが、勝つ気はなさそうだな。はい、この辺りのシーンはカットしたつもりができてなかったので、こうして合わせてセリフで埋めているので、カット予定のシーンが短くてよかったね。出撃する地点を選んでください。続いて、ズーム付きカメラで撮影なのぜ。ありがとう。ところが、ここでアクシデント。突然、画面停止の上、サバ落ちしてしまったのぜ。見てください。当然、ズーム付きカメラは、しばらく使用不能に。黄色いプロガンで、場をつなぎますが、尺の都合もあり、すべてカット。再び、ゲーム付きカメラで、本拠点防衛に来たのぜ。クワユーさんと、ミファーさんもいるよ。コウケさん、ゼケアさん、ネコオさんは、拠点7から、敵本拠点に進行中。二手に分かれてるんだね。さらに、拠点6の防衛にも、行っているので、三手に分かれたんだね。緊急帰還の早い、加害に乗っていれば、あちこち飛び回ってもいいんだけど、船かすだと、そうもいかないから、みんなが、一番戻ってきそうな、ここにいることにしたので、引くで終わりませんよ。あそこにいる砂を倒したいんだけど、逆にやられました。呼吸器が破壊されました。誰か修理お願いします。修理要請お願い。助かりました。ゼケアさん来ましたね。相変わらず当たらない砂ぶりだけど、編集すると当たってるように見えてしまうので、うまく任せているね。普段は編集しないから早く上達してほしいので。了解、了解。それ、から返事だろ。バレたか。こんな感じで、3回目の撮影終了なので。途中、サバ落ちした時は、どうなるかと思ったけど、無事に終わってよかったね。では、コタク部屋に戻るので。ただいまっと。3連続は、疲れるね。お疲れ様なのぜ。もう少し、皆さんの、活躍シーンを撮れるといいんだけど、なかなか、決定的瞬間は撮れないんだよねー。まあ、ある意味命がけだからね。なかなか撮れないから、決定的瞬間っていうのぜ。また次に、努力してみるよ。それでは皆さん、この辺で。ああ。どうしたのぜ、レイム。お弁当食べるの、忘れたよ。今回も、編集でごまかしておくから、大丈夫だと思うのぜ。本当に？それでは皆さん、この辺で。ご視聴ありがとうございました。次回は、敷地無イベントなのぜ。よかった、またお弁当やるんだ。
もう霊夢もマリサも、いませんね。ラルさん今のうちです。さあお入りになって。サナエちゃん、なんでコソコソしないといけないんすか？今回は、極秘イベントなんですの。霊夢やマリサはもちろん。ある意味、視聴者の皆さんにも、極秘なんですの。よくわからないけど、サナエちゃんについていくっすよ。そうしていただけると、助かります。実は、霊夢たちの撮影イベントの後、勢いで、ラルさんとも、撮影しようと声が上がったんですの。何の撮影っすか？それは後ほど、ご説明いたします。それよりも、灼熱のマンピーの、春木隊長も、舞台員の方にも、何の連絡もなく、イベントを開いてしまうことが、問題なのです。そりゃそうっすよ。連絡もなく、みんなでお弁当を食べたら、さすがの、春木隊長だって、カンカンっすよ。食べ物の恨みが、一番怖いんす。なんかどこかで、同じ間違いを聞いたような。ラルさん、お弁当ではなくて、イベントなんですよ。とにかくサナエちゃん、こっそりやらないと、隊長に怒られるっすよ。食べ物の恨みは、やばいっす。そうですね。それで僕は、何をしたらいいんすか？ラルさんには、出演者の皆さんの後ろから、皆さんが映るように、立ち回ってほしいのです。わかったっす、やってみるっすよ。それでは出撃お願いします。了解したっす。出撃準備完了、発進してください。走ればグッカスタム出るっす。忠実なるジオン軍兵士たちよ、今こそ我らの力を見せつけるのだ。ジオン編のマップはキャリフォルニアベースとなります。出演する皆さんは、ヨウスケスリーさん、キリサメマリちゃんさん、ユシルさん、ヒビキさんとなります。サナエちゃん、今の出撃シーン、思いっきり違和感があるんすけど。当然でしょう。今までラルさんはザクワンでしか出撃したことがないんですから。自分でも衝撃的だったっす。しかも、グッカスタムの機動力、すごすぎるっす。あら、ラルさんは、テストパイロットだったのでは？テストパイロットだったっすよ。でもザクワンに、体が慣れすぎちゃってるんすね。でも、この機体、どうしたんすか？ラルさんが上等兵になった時に、いただいたんですの。このような撮影用にと、私が取っておきましたの。ザクワンでは、初動でついていけませんから。そうだったんすか。サナエちゃん、ありがとうっす。だけど、レンタル機ですから、長くは使えません。了解っす。それでも十分っすよ。地銀本拠点 Y の防衛をお願いします。このままみんなと敵本拠点に突破するっすね。ラルさん、お気をつけて。自軍本拠点 X の耐久値が残り 50%。 なんかジオンは分散しすぎてるっすね。嫌な予感しかしないっすよ。自軍本拠点 X が破壊されてしまいました。ああ、ラルさん、37。じゃなくて、大丈夫ですよ。いやあ。私を。僕は、絶対に終わったっす。後のシーンは、お戯れのシーンのみとなります。どうしてっすか？春木隊長には、今回は、おまけ的要素を強めるとして、先ほど、許可をいただいておきました。さすがサナエちゃんっす、仕事が早いっすね。ところで、今回の出演者の方はどういうメンバーなんすか？今回集まった方たちは、
先ほど、霊夢たちと舞台イベントをしていた方たちなんですの。だからっすか。僕と同じ舞台の方もいれば、知らない名前の方もいるんすね。これより前のシーンでは、もう一度敵の本拠点に突死に行っていたり、後半には敵戦略兵器を阻止したりと、見せ場が多くあったのですが、尺の都合もあり、割愛させていただきました。かっこ、本音を言えば、皆さんがあまり映っていませんでした。ということで、おたわむれのシーンとなりました。かっこ閉じ。ということは、たわむれてなかったら、ほとんど映ってなかったってことっすか。そうなんです。というか、聞こえていたんですの？全部、聞き取れたっすよ。あらあら。ではラルさん、こたつ部屋に戻りましょう。ラルさんお疲れ様でした。撮影の時の立ち回りって、結構難しいんすね。そのようですね。初期機体での撮影は、足が遅すぎて、無理があるっすよ。というよりサナエちゃん。今回の、僕たちの動画。視聴者の皆さんは、気づいてくれるっすかね？私は、これはこれでいいと、思っています。これまでも、コアなファンの方しか、話が通じないようにしていますしね。そうなんすか？はい、すべての動画を、見ていただいている方の方が、そうでない方よりも、楽しめるようにしているのです。おおほっほっほ。サナエちゃんは、なかなかの策略家なんすね。そんなことよりもラルさん。ラルさんは、今後、どうするおつもりですの？そうっすね。初期機体で、1位は取れたっすからね。私は、初期機体でラルさんが、どこまでいけるのか、見てみたいです。そうっすか？サナエちゃんの、希望とあっては、男として、やらないわけにいかないっすね。本当ですか、ラルさん。初期機体で、どこまでいけるか、やってやるっすよ。ラルさん、素敵です。これで、ラルさんとの、楽しいひとときが続くのですね。ちゃん。さあ、ちゃん。サナエちゃん。あら、私としたことが。サナエちゃん、僕頑張るっすよ。ラルさん、いつまでも、応援いたしますわ。それでは皆さん、この辺で。ご視聴ありがとうございました。次回の、ラルさんの活躍を、お待ちください。